中野島の位置中野島は、トラツ列島に所属する島である。面積は34.47平方キロメートル。周囲30キロメートル。最高点は、三丈の979メートル。人口は159人、世帯数は90世帯。島名は、七島の中ほどにある島であるということに由来している。地名としての中野島は、 鹿児島県鹿児島郡と島村の大技となっており、島の全域がそれに該当する。中野島の空中写真。2009年11月26日撮影の37枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成と島村で最も人口が多く、1956年までは村役場の所在地であった。 村役場が村外の鹿児島市に移転した後も2008年までは、支所が置かれ、駐在所や民族資料館、天文台などの施設が集まる、実質的な村の中心地である。浜辺、海上小上の恋は、無名の岩を除く。中野島という地名は、江戸期より見え、薩摩国川辺郡のうちであった。薩摩藩直轄地で里には属さず、薩摩藩の船奉行の支配下に置かれていた。 口の島や宝島と同様に、津口番書、異国船番書、異国船延見番書が平地されており、鹿児島城下より派遣された財番と横目が常駐していた。中野島の財番は、中野島の他に、諏訪の瀬島、悪石島を管轄しており、財番の指示を受けた軍事が、島政に当たったとされる。札藩政洋録及び、洋々衆によると、 ところ総合82国余りとある。1896年に川辺軍から大島軍に移管された。1908年に東諸町村制が施行され、都立列島及び現在の三島村の区域より都島村が成立し、中野島は都島村の大技、中野島となった。第二次世界大戦終了後の1946年に、口の島以岸の都立列島は、 アメリカ合衆国臨時北部南西諸島成長の非成果となった。1952年にトラツ列島が本土復帰するのに伴い、豊島村が発足し、豊島村の大技となった。1976年9月12日、台風17号による暴風のため民家10戸が全開、前回93戸が半壊2020年11月、 中野島産のグアバなどからみかんコみ場への幼虫が見つかり農林水産省は生産者らに柑橘類の当該移動自粛を要請したこのため出荷間近だったスイートスプリングやポンカンなどは廃棄処分を余儀なくされた温泉が数箇所存在する西海岸沿いに設けられた東区温泉西区温泉は共に乳白色のミオバン、硫黄、塩分を含んだ 天然温泉である。潜出、溶泉、高濃、神経痛、筋肉痛、自室、冷え症という。島内を周回する道路は多数存在するものの、未舗装の箇所が多い。島内は、琉球観山地区の生育が著しく、これらの未舗装の道の中には、通行不可能になったものも、少なくない。都島村の他の島と比べると大きな島だが、 バスタクシーは存在しないため民宿にて車をレンタルするかフェリーで持ち込まないと島内での活動が制限される島内には下記の1店舗しか存在しない携帯電話は NTT ドコモのみ利用可能である豊島村開発総合センターに公衆電話がある近年限定的ではあるがソフトバンクも通じるようになった鹿児島港から損衛線 フェリーと島にで約7時間。ありがとうございます。